プッチひなこ略してプチひなということで今日は何のダッスやるか知ってますか？ Today is a hot hot escape。 あ、ごめん、急に英語で来るとマジで分からなくなるからやめて本当に英語で帰ってくると思わんじゃん今の日本語やし俺の。そうだ、こいつ撮影前にしっかり英語勉強してる偉い子だったんだ、忘れてた。ということで今回、はい、灼熱の世界からの脱出、含まれる要素戦闘アスレチック、灼熱の世界にボスは眠る、てんてけてん。なんか赤々しいと思ったら灼熱の世界らしいっすよ。 Yes! もうやめい、日本語でジャパニーズ YouTuber 俺ら、 OK?OK? OK? OK じゃないよ、はい、じゃあいきます、スタート。はい、灼熱の世界からの脱出。え、熱いってことは俺ら常にダメージ受けたりとかするのかな。何、うわムムム、うわマグマ、マグマ、マグマしてるよ、怖っ。え、ここにもね、このね、このシグパーチャー、あ、ジョーマ出ないね。しやば、こう落ちたら死ぬやんこれマジで。本当に死ぬのかな。お前ぜおい死んだ死んだ、くっそ。おい、真ん中からスポーンした、なんで。え、でもね、プッシュさん、うん、ここにね、ネザーゲートらしきものがありまして、はい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 、ここにイグジットがあります。俺ら異世界にいるってこと？ネザーかな、灼熱の世界ネザーにいるってことなのか。結構厳しい、危ねから、多分うるさいお前多分鍵が必要です。 OK、 鍵を集めるか。で、なんかこの世界に眠る4体のボスを討伐しましょう。だからボスを倒さなきゃいけない、なんか急に RPG っぽくなったね。なんか戦うの今回？戦わなきゃいけないらしいっすよ。それは聞いてない、怖いよ本当に。ちょっと行ってみるか。よし、じゃあ戦うなら防具。あれ取れない、取れないよひなこちゃんこれ。うわ、いじめだ、くっそ取れないかよ。まあいいや、とりあえず端から行ってみるか、こっち行ってみるか。待って、怖いこれ。おお、今殴ろうとしただろ。あ、殴ってないじゃん実質お前今殴ろうとしただろこの野郎。くっそお前行くぞ、ほい、オッケー、ほい、お前やめろお前、もういい加減にしろさあ、ええ、右と左、左に行く。わかった、なんか人間の感じはなんか左に行きたがる感じがするらしい。右はボタンついてない、右、左に行こう、左に、左に行こう何だったんだ今までの時間はい、ええ、いきなり、えやばいやばいやばい、やばじゃん、やだ、何事だ何事だ何事。おいおい、素手で戦えってどういうことや。痛い痛い、強い強い強い、痛くないって、強い、あーやーばい、死ぬー、何、無理かもしれないプッチ。え、これでもちょっとずつ HP を削っていけばなんとかなるってことなんかな。待って、違うかもよ、まだ強すぎるやつなんじゃない。これダメなんかな、まだ隠しアイテムとかあるんじゃない、倒せるアイテムが。そう、一旦別のとこ行ってみるか。行ってみよう、ちょっとちょっと待ってよ。お、プチ。何？なんか村人がいらっしゃって、うん。商人くじ引きって書いてある。え？なんか A 賞、B 賞、C 賞がもらえる。そこでエメラルドを使って防具を買えます。うわ、そういうことか。まだ戦うべきじゃないんだよ。あ、なるほどね。多分必要なのはエメラルドですね。そういうことか。ということでアスレチックがありますが、え、ってことはこれミニゲームをやってお金を集めるってことなのかな。お金は多分そうだと思う、だってほらこっち見て、え、あー、はい、エメラルド、エンチャント本も買えるってこと、武器とかも買える、ツルハシ、なんかこういうの初めてやる、なるほどね、武器系か。よし、じゃあお金稼ごうよプッチ。オッケー、あ、これ経験値だ、 こっちやってみようか、アスレチック。これ簡単じゃね、これめちゃめちゃめちゃ簡単やったよあれ、よいしょ、はい、あ、エメラルド1個もらった、エメラルド1個もらった。こっちは、これはエメラルド1個なんだな。難易度によってエメラルドがもらえる数が変わってくるってことなんだ、多分そういうことだ。これほいほい、あ、これ2個もらった。あ、じゃあアスレチックの難易度によるんだ。おう、2個、今3個持ってる。 OK、 じゃあこっちは、うわ、なんか嫌なやつ、あ、美味しい、あ、いけた、ほい、3個もらった。待って、ずるいんだけどあ、いけた、オーケー、3つ、これもうネザライト装備いけちゃうんじゃね。あ、あ、待って、苦手なやつ来ちゃった。いや、これ俺はいける、いけない、
美味しい。ああ一回こうしてね、こう、よしよし、オッケー、待って、ういきたね。どうやってどうやってる。1枚まで登ってシフトでもう端まで寄る。端行き過ぎたら落ちる。ごめん言うの遅くて。端まで寄ってとりあえず、待って4つやね。ここここはこう行ってもうちょっとこう浮く感じで、うん、シフトは離してまっすぐ。できてないじゃん。うるせえな。できてない。あ、そうあ、オッケー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 。あーもういい、ここいらない。でもまだ一番最後のやつあるよ。よし、3個ゲットした。はい。おい、ずるお前。これ簡単じゃない？こうやって行くだけ。これ一番簡単で5個ももらえる。待って、これ苦手なのに。これ一番簡単、1個しかないよ、だってこれ苦手なのに。よし、一番簡単。もう20個集まった。うんぜー、1回もいけてない。後ろからぴょん。ひらこちゃん、多分一番さ簡単なやつを永遠にやり続けた方が早いかもな。3をやろうかな。3をやった方がいいかもな。3を、さ、私は3を一生やることにする。まあ、とりあえずじゃあ1スタックぐらい集めるか。オッケー。3個ずつしか手に入んないのに。じゃあもう程よい程よい。待って、何がネザライトの防具はどれぐらいなんだろう。あ、14、24、20、14。あとなんかね、ボタンも変えるんだよね。これ何のボタンの、これトリックアトリートみたいな。とガチャもある。 A 賞 B 賞。ガチャ気にならない？ガチャはどれだっけ。その外にいる村人、こいつか、こいつのこれか。これボタンがガチャってことで、 A 賞が60個エメラルド、 B 賞が45個、 C 賞が30個。ガチャ永遠にやり続けば絶対これ勝てんじゃない、外れがなければ。ガチャろうよ。よし、25個を全部ガチャにする。よしよし、私も27個集まった、ガチャにする。よし、行くぞ。はい、お、外れある。もっと早く言ってよ、2個やっちゃったじゃん。あ、2個外れた、くっそ。よし、行きます。ほい、外れ、はい、外れ。もう一回やるしかない、アスレチックを。こんな小銭稼ぎを。でも俺もひなこちゃんのやつを集められるよ。ひなこちゃんのやつ買える。そっか、そうじゃん。そう、2人で合わせればいいお金を。したらめっちゃよくない？10個貯まったガチャしよう。お前さ、お前俺だよりすんじゃねえぞお前。よし、ガチャガチャしよう。さすがになんか当たるっしょ。はい、あ、B 賞だ。え、ずるい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 。 B 賞は45個。よし、稼いだ。よしよしよし、30個集まった、全部ガチャにするぞ。よしよし、おー、ギャンブルだ、俺らはギャンブル依存症だ。行くぜ。はあ、な、うん、外れじゃん、外れ。よし、まだ行くぞ。はい、外れ。待って、最後に1回行くぞ。いや、次こそ当たるはず。ほっ。よし、もうガチャはやめよう。一回でもいいからガチャ当たりたい。私一回当たったからもう満足。なんでお前、こういう時の運いいよな。完全ランダムなのかなこれ。そうなんじゃない。さあ、オッケー、よしよし、ガチャ10個集まった。2回引くぞ。はい。ねえ、また外れたんだけど。お疲れ。もうやだ。もういい、3ポイントと2ポイントのとこ行ったり来たりしてる。1スタック分ガチャにつぎ込むぞ。今30個、まああと半分ぐらい当たるんじゃない、さすがに。そんだけ頑張れたらさすがに当たるやろこれ。私もここで5個稼ぎたい。頑張れひなこ。できる気がしない。よし、あと1回1スタックだぞひなこ。頑張れ。よし、1スタック全部ガチャにつぎ込んでやるぜバカタレ。ほら6回回せるぞ。行くぞひなこ。行くぞ、1回目。はい、外れ。まあ、2回目外れ。3回目。まあ、A 賞だ。 A 賞は何、いくら。60個これもう元取れるよ。じゃよかったね。よし、じゃあ3回行く、3回行ける。はい、外れ。2回目
おすごい G 賞最後は外れえこれ換金してみるよこれすごいすごいすごいこれどうなるんだこれ60個と30個で1スタックと31個になったいいなこれネザライト装備買うかひなこちゃんの分も買って今もうすぐ1スタックになるんだ買うよねえアシュレイが全然できなくなっちゃった全然できなくなっちゃったはいひなこちゃんどこにいるはいひなこちゃんおいじゃん待って、これ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 、
マジ俺34からか。俺も買おう。まずネザーライトの剣にして、でエンチャントどうしよっかな。フレイム、ノックバック、付属性、もう全部つけるか。1,2,3,4 50個。フレイムはあれ弓だった。あ、フレイム弓か。一体50個貯めてこよう。もう全部つけよう。全部これ全部つけれんのかな。オッケー、よし、つけれんじゃない。つけてみよう。よし、50個貯まった。属性、ノックバック、いいね。え、もう完璧じゃん。誰も怖くない。もう何も怖くないよ。エンドラとかもう2秒で倒す。2秒で。2秒は嘘だけど。40個あれば防具フルでダメージ軽減つく。うん、1個10個だね。よし、あとちょっと。よし、こう来たら次弓だ。弓欲しいな。30個。あ、でもね、あれ持ってるよ。パンチのやつあるからつけていいよ。パンチ、そう、間違えて買っちゃった。あげる。やった。あとさ、1個さ、なんか謎のさ金ピッケルがあるから、ちょっと買ってみていい？なんか金鉱石を掘れるみたいよね。なんか気になるよね。普通に脱出に使えそうなアイテムだよね。今40個貯まったよ。買う？買ってみよう。オッケー、スルハシー、ナイス。よし、パンチ2とフレーム、もう最強装備完了なんだけども。え、天才？もうやることないかな、ここで。え、ちょっと金リンゴだけ買おうって思って。あ、金リンゴいいね。よし、これ俺名前変えよう。ネザライトの剣じゃなくて、僕の最強の剣って名前にした。いや、やったも悪い名前。何その、夏休みの宿題みたいなやつ。弓も名前変えよう。伝説の弓。クソガキかお前は。やばすぎ本当に。お前伝説だから、もう超強いんだぞお前これ。何そのダッサい名前。よし、俺はいつでも出発できるぜ。ちょっと待ってね、金リンゴを4つ買うから。今から噂にはボスが4体いるんでしょ。そう、あと10個でハマるから待ってくれ。オッケー、よーし、金リンゴ4つ買うぞ。待ちまえ。1,2,3,4、やったー、もう完璧。くそ、金リンゴ売り切りにしようかなと思ったんだけど。は？今2個さっき買って売り切りしようかなと思ったけど間に合わなかった。最低本当に。全部買っちゃうか、キンリング一応。あるの、まだお金。今ね、貯めてる。今もう30個ぐらいある。ノーミスでいける。歩いてるだけで金が手に入る感覚。ふざけな、それ1回しかいってない。よし、1スタックぐらい貯まったぞ。くっそ。よし、はい。あれ、え、これ永遠に買えるんじゃね。嘘。まあ5個手に入った。まあ一旦いいかこれで。ちょっと待って、足りないのは。よし、お金が貯まったぞ。何を買うんだよあいつは。ギャンブル。ギャンブルすんなお前。よし、当たるかな。はい、チ、もう大丈夫。よし、じゃあ敵を飛ばしに行くぞ。さっきのやつ仕返ししに行くか。オッケー、こっちだった。え、ごめん。あいつやばやば、本当にお前マジか。ごめんごめん。あー
ごめん、あの耐久ないんだねこれ装備、不破壊ってなってる。あ、そうなんだ、やった、いくらでも殴れる。よし倒し行こう、ペッチ。よし行くぜ。余裕だろこんなん、おい違う違う違う、このボタンを押そうと思ったの。絶対に嘘。あーし、来た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 。余裕だよお前なんて。ういえうい、ゴミゴミザッコザッコ。これもう終わっちゃうんじゃないこれ。おい余裕やって、あ、倒した。はい、ザコザコ。あ、鍵手に入ってよ。え、これ何のか、あ、これに設置するんだきっと。何、いくよ、はい、うん、はい。おお、ステージ1をクリアした。あ、これ1だったんだね。そういうことか。でね、エメラルド1個もらった。いらなあ、ここまで行けない、入れないね。別のとこ行ってみるか。ステージ2どこだ、探せ。え、これもう速攻で終わるんじゃない、ひろこちゃん。俺ら最強になりすぎてしまったかもしれん全然余裕だったね。金リンゴ食べる必要もなかった。よし、さあこっちはどうだ。お前バカなのか。あ、こっち違う、こっち違う。あいつあったわ、リーナ。おーい、お前違うよ、やば。今ひなこちゃん落ちてたよ。今今違う、撃ったし。違う、落ちてたのはお前に押されてたよ後ろからごめんってごめんって。さ、来れるかな。お前絶対許さない。ごめん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 。痛い。ポチ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 。お、ボス。お前逃げ込まないよこんなとこに。やばいやばい、来てる来てる。あ、もうこれでこれできんじゃん。これいじめてるようにしか見えないんだけど。なんでもない。おい、訴えられるぞ動物虐待で。楽しいなボス討伐。いって。やばい、弓飛んできた弓。あ、これ俺が撃ってる弓かこれ。帰ってきてる。弓刺さってないんじゃない一本も。俺の、あ、いって。おい、ワンパンじゃねえかよ。は、ちょっと待って、これあいつワンパンだ。じゃあ弓でやっぱ遠ざけてる意味はあったみたいだよ。あったみたいだ。どっちだ、こっちか。俺弓班やるよ。うん、はいはいはい。さ、これ俺がターゲットをもらってれば大丈夫なはず。そうやって2人で倒し続ける。余裕じゃね。さあ、私に当てないで大丈夫大丈夫。でも弓当たってるっぽい。これ当たってるんだ、ちゃんとダメージは入ってる。ほんとだ、死なないこいつ全然。なんで、でも倒せるよね。 HP が高いってだけかな、完全に。わかんない。あー、倒れたー、やったー。見て、キー。おー、ナイス。じゃあこれここにつけようぜ。ほい、押します。え、ふぇー、押したかったのに。いや、なんか押したい気がするから押しちゃった反射的に。最低、ほんとに。よし、まあ、とりあえず2ステージ目はクリアだ。オッケー。さあ、3ステージ目は反対側か、これ。え、また交互に行かなきゃいけない、これ。あ、これ読んだ、プッチ戻ってきて。何？すごいの見つけた。見て。何？に。あー、書いてあんのか数字。本当だ。なんでこんな色違うんだろうと思ったら、そういうことか。見えてなかった数字。数字だった。あ、そういうことね。から三はあっちだから、あっち。あっちで説明すればよかったじゃん。なんでだよ。バカだな、本当。じゃあもう完成。あ。お前本当に嫌いだからな、今から。あ、分かった、ごめんごめん。ボタン押してあげる、ボタン押してあげる、ボタン押してあげる、ひなこちゃん。あ、待って、お前ボタン押してあげるから。おい、ごめん、はい、おい、前が出てきた。あ、やばいやばい、強そう強そう。撃ってよ。いや、リンチにしようがいい、これは剣で。こうだ。絶対私に竹向いてるから撃ってくれた方がありがたいんだけど。 OK、 じゃあ撃つね。はいはいはい。あ、じゃあ私逃げ回るね。はい、撃って撃って。ちょっと逃げ回ると当てにくいんだよ、弓が。当てにくいよ。当て、あ、倒した。え、弱っ、秒だったよ。やったーやったーやった。じゃあこれ、はい、いいよひなこちゃん、はい、はい、やった。ボタン押していいの。ボタン押していいよ。やった、やった。戦士さんクリアした。やだ、ボタン押させてくんないから、もうここから落とす。また、うわ、弓買っとけばよかったな。弓は多分そういう時のために使うんだよきっと。あいつ本当にやばい、もう嫌いなんだけど。最後はじゃあボタン押させてあげる。ほら、どうぞどうぞ、ボタン、ほら。これじゃない。全部押してあげる、全部。オッケー、はい。さあ、ラスボスじゃないこれ。わー、ウィザーだ。ウィザー、マジ。弓プッチ。弓か、オッケー、任せろ。お、へいへいへい。痛い。あ、なんかそういえばこれ掘れるんだった。掘っていい。え、掘ってみて。ちょっと俺今のうちやっとく。はっ、プッチ。何、逃げ場所ができた。あ、そういうこと。逃げ場ができたよ、プッチ。
そういうことだったのかこれ。よしここで金リンゴ食べてっと。よし。やばいやばい、意外と強いな金リンゴ。金リンゴやれ、ラゴやれ、殴れ。よいしょ。あ、弓で殴ってたずっと。お前絶対に許さないよそんなことしてんの。うわ半分半分半分来た、半分いける。あやばい、ピカチュウモード逃げろ、ピカチュウモード逃げろ、逃げろ逃げろ、爆発する、グンだよお前こっち。爆発したか、まだ。いや爆発したっぽい、したしたした。オッケー、叩け叩け。よいしょよいしょ、ほらほらほら、めっちゃいいなそっから叩くの。あこれあれだ、ちゃんと切らないとこ回復追いついちゃう。よいしょ、そういうことね。やばい、ちょっと死ぬ。ほらー天才。そしてネザースターを落とした。お、さあひなこちゃんボタン落としてよ。やったやった、次こそはいいよ。おしまい。くそ、バレたバレたバレた。お前撃たれたわバカ。あでもこれでステージを全クリした。鍵が手に入ってます。ナイス、じゃあ帰るぞひなこちゃん、こんなところから。やっと帰れる、元の世界に戻ろう。よし、ほい、ほい、ちょーい。あ、あっち側だった。バカだな、あいつ。バカだな、ほんとに。あいつがバカじゃん、一番。よし、さあ、着いたぞ。さあ、入れてくれ、ひなこちゃん。ちょっと待ってね。よし、どうなるんだ、これ。開けてくれ。入れます、ほい。おー、やったー、やったー、ナイス成功。プチプチひなちゃん、略してプチひな。なんか暑くね今日。え、そう、だいぶ秋になって涼しくなったけどな。だって今日あれだぜ、気温100度だったよ。嘘だよ、絶対に嘘だよ。もうすごい太陽の光も直射日光で気温100度やって。いや、涼しいな。ということで今回の脱出マップはこちら、100度の世界から脱出しましょう。あー、そういうことね。あ、熱中症に気をつけよう。だって知らないから涼しいとか言っちゃった。暑いね今日。暑い暑い暑い、もう汗びしょびしょ。先に言いなさい、そういうの。溶ける前に早く脱出しよう。とりあえずスタート。はい、100度の世界からの脱出。うわね、なんかやばい、なんかカラッカラになってる壁とかも、ほら床とかも。これさ、うわ床やばい。でもマグマじゃないから知らないんじゃない。おー、死んだよ。ごめんごめんって。もうやめてよ。リスガリリスガリリスガリ。くさ、これとりあえずどこ行けばいいんだ。真ん中になんかあるぞ。いや、その前に待って待って、ここ出口じゃない。あそこ出口か。だってここにほらエグジットあるもん。ほんとだ、ここじゃ鍵見つければいい、出れそうだなこれ。オッケー、レッツゴーします。よし行くぞ。数字めっちゃ書いてある、なんか6とか12とか3とか。何、時間が固定されているようだ。あ、時計じゃない。時計かってことはこれ時計の針だ。12時3時6時9時みたいなことだ。ってことはあれじゃない、夜にしてさ太陽沈めちまえば出れるよ、涼しくなって。あ、日中をやめればいいんだ、理解した、夜にしよう。そういうことだ。ここに何か多分するってことなんだよね。まあ一旦他のとこ行ってみるか。そっち行こう。あ、あっち行けそうだよ。じゃあそっち行こう。なんであいつ一周回ってくるんだよ。よいしょ。お、こっちも行けそうだ。え、じゃあそっちから行く。やだ、なんで。待って、どこだ、一生会えない、なんで。あー落ちてったんだけど。死んだんだけど。どこ、あ、そっち。ここじゃあそこ行こうよ。行ってみるか。謎々っぽくない、これ。煙が出てんの、よく見ると。煙、そう、あったか煙が出てる。じゃあもうだって温泉になっちゃうじゃん。やった、温泉だ。ダイブすんなよお前。やばっ。でそこ行ってみよう。おー、いい、押すなよ。よし、なんか来たぞ。なんだこれ。オレンジピンク紫のなんか壁がある。3色。はい、3色なの、誰が見たってわかる。うるさい。コード投入口紙3桁だって。じゃあできないじゃん。この色を探せばいいってことなのかな。あ、じゃあ探し回ってくる。探し回ってみよう、周りにあるのかもしれん。行けそうなとこちなみにあったよ、1箇所。あいつ何押しやがって。お前押してないよ。プチ、あと反対回りで行って、の奥。オッケー、いい。あ、ほんとここ行ける。そこそこ。オレンジピンク紫、ピンクはあそこにひなこちゃんがいて、あそこにオレンジの俺がいるんよ。どこどこ。あ、失敗した。どこどこで殴んなお前。やばい、失敗した。いたい、ごめんなさい、ごめんなさい。やばい、ばあ。おお、生き残った。あ、アセチックだこれ。これクリアすればいいんじゃない。まずクリアしたらなんか出てくるかもね。うわー、待って、わからんな。
全然ちげえ。あ、トゥントゥクトゥンね。トゥントゥクトゥン。トゥントゥクキャー、惜しい。おうおう、あ、なんかいけた、なんかいけた、なんかいけた。すごいすごいすごい。なんかいけた、全然覚えてないけど、意外となんか変わるの遅いから、ポンポンいっちゃえばいける。ほい、ほい、ほい、ほい。あ、いけるいける、はい、これだ。ナイスー。オッケー、ボタンポチ。あ、鍵が手に入った。なんかね、磨かれた花崗岩だっけに設置可能な鍵が手に入ったよ。え、どこだ。なんか床に設置できるとこあったっけ。覚えてない。あ、ある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 。これじゃね、磨かれてんの。違う違う違う、赤いやつだよ。あ、全然違う。全然違うよ、それ。あ、こっちだ、これだ。あ、それ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 。おーい、設置できない。どこすだよ、お前。やった、設置で踏んだ。やった、最低。本当に今置いてあげたのに。今神業だって、置いて落ちるっていう。置いて落ちるは神業じゃねえだろ、落ちてんだから。よし、行こうぜ。あ、なんだこれ。え、これなんか嫌な予感する。とりあえずボタン押してみるよ。はい。なんだなんだなんだ。何？あー、あっちに行けってことだ。キャー！意外とゆっくりなの。え、何？意外とゆっくり。あ、なくなるのね。なくなるみたい。はい。いいよ。でも意外となんかそんなに難しくない。おお。怖いよ。あ、見てないから。真後ろだったよ今。くっそ。見てないから。なんで後ろなんだよ。なんかだんだん速くなってる気がする。他に変化球ないかな。あれ、これで開くと長っ。オッケー、いける。よし、行くぞ。はい、こっちだった最初は。ほい、はいはい、よいしょ。なんで覚えてんの、すごい。これやったからね。やったのか。そうだ、やったんだよ。この後真ん中だっけ。真ん中だった気がする。ほい。なーで、これ二人無理だって。これもうちょっと端っこ寄ってよ、真ん中じゃなくて。ごめん、意地悪して。あ、やばい、いけいけいけ。あ、最後めっちゃギリギリだ、プッチ。もう一回やろう、もう一回。よし、そういうことね。こう行って、こっち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 、で次真ん中、奥行って、奥。なんだなんだなんだ、まだ出てないよ。奥って何、奥って何、こういう奥。あ、もう聞くなよ今のタイミングで。なんか今行けってそそらかされてるの。違う、なんで何も出てないのに行くの、お前。だって奥に進めって言われたから、怖いって言って行っちゃったんだよ。違う、次は奥に行けって話だよ。真ん中の奥側に行ってほしいってことね。そう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 。でも面白すぎて酸欠。ちょっともう一回ボタン押します。はい、マジでやってよ。本当にトラックじゃん、そんなの。いいよ、はい、よいしょ。オッケー、生きてる、生きてる。後からついてくよ、私が。オッケー、あっちだ。次どこ。真ん中、真ん中だった気がする。はいはい、こっちで、この後も確か開く。いけ。あー、落とされた。ひょいって、横にズルだ、もう。うー、でもいけてよ、ひろこちゃん。はい、オッケー、鍵が手に入った。まったく、もう今ひどかったから、なんかギリギリこうやって押し出されて落ちてたからね、私。まあいいじゃないか。とりあえずね、鍵ゲットして磨かれた安山岩に設置可能だって。安山岩はあったっけ。これか、これじゃない。それじゃなくね。あ、そこか。いや、ないないない。え、ポケットしてるから悪い。磨かれた安山岩どこ、ここか。ない、ちゃんと探してきて、待ってるから。オッケー、いいんだ。じゃあお前も探せよ。ミヤカイタンザンガンって何色。白。あ、あれ待って、あ、ごめん、置けた。おい、あの、置くとき多分紙を置いてた。おい。多分なんだけど、紙持ってやってたかもしれん。よし、これで、はい、オッケー、開いた。新たなエリアが開放された。何、ね、何これ、トロッコミニゲーム。あ、オレンジ色とかピンクとか紫ある、これじゃね。オレンジ、ピンク、紫の順番だった気がするよ。あ、これか。これでなんか出てきて、こうして、こうして、これでオレンジに行く。これでオレンジが7。オレンジ7ってこと、これ。はぁ、そういうことだ。数字がここに出てくるってことか。オッケー、じゃあ次行ってみよう。はい、次なんだ。ちょ、待って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 、準備してないよ。で、ピンク、こう、これで来るはず。これでピンクいける。いけいけいけ。ピンクはお、4。 で、最後紫。いけいけ。あー、やばい、時間が。で、こう。いけ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。8。オッケー、これ数字が分かったぞ。748だ。あ、で、書き込めばいいんじゃない。なんだ、余裕じゃん。なんだ、意外と余裕簡単やったな。ねえ、ほい、ね、ご来所。くそ、やめろ、やめろ。
ざまあ見るんだ。オッケー、748書きます。はい、オッケー、書いたぞ。これ入れてみるよ。うん、はい、ほい、おい、入った入った、鍵ナイス。磨かれた戦力眼。いや、最後あそこだ、こっち、こっちだ。あ、もう最後それが。え、だって他に鍵必要なとこなくない？これ最後で多分。あ、確かに。よし、行くぞ。なんか広くね。いや、ほんとだ、なんかだだっ広い。やばいな。はい、お前さ、あの野郎絶対許さん、絶対許さん。やばいやばい。よし、これでもう叩けないだろう。死に戻ってやったぞ、バーカ。死に戻ったのお前。そうだよ、バーカ、逃げてきたんで、アーホアーホ。え、お前バカじゃん、俺ここで待ってるね。じゃあ、あ、あ、やっちゃった、そういうことか。頭、やばいやばいやばい、やばい。待てお前、絶対許さん、待ちやがれお前。来れるもんなら来てみる、バーカバーカ。ザーコザーコ。よし、来たよ。来たよじゃねえよお前。うるせえあいつ。あ、おじゃったね。この野郎お前、お前この野郎、早く先行けお前。あれ、何これ、迷路だ。行けないよ。迷路は先に多分ボタンか貫通板があって、全部3つあって3つ押すとなんかなるんじゃないこれ。あ、納得。で、多分だけど、ほらあそこにさあるよ、ランプとか。あそことかに行けばいいんじゃない。本当だ、じゃあ俺左から行ってくるわ。あ、なんもない。わ、さ、最初に戻る感圧板がある。え、でもランプのとこにも感圧板があるから、感圧板踏みまくって行くしかないかも。え、そういうこと。うん、だってランプのとこに入る方法、感圧板踏むしかないから、当たりの感圧板を探せってことだ、これ。あー、ダメだ、戻ってきちゃった。そうだね、こんな近くにはあるはずないよね。わかった、一番遠い感圧板に行こう。いや、一番遠い感圧板から一個手前の感圧板だと思うよ。あれ、なんか来た、新しいエリアに。え、ずっと一緒のエリア俺。え、感圧板がさ、二手に分かれてるわ。どっちにしようかな、こっちにしよう。あー、いけた、来たよ一個。ナイス、押しに行って。それはい、どうよ。あー、一個ついた。これ全部つけてくんだ。待って待って、俺もなんかないかな、この辺は。まだ？最初に戻されるんだけど俺。くっそ。まだ？まだじゃねえ、お前もやれよ。今やってるよ。はい。お、怪しいとこ来た。え、なんでその瞬間移動できる？もっと奥に行く俺も。これで、あー、最初だ、外れだった。でも絶対あそこだな。マジ？こっちの奥側どうやって行くの？こっちな気がする。来た！貫圧板で、貫圧板なんだよね。来たぞ来たぞ。うわ、二択だ。待って、右と左どっちがいいと思う？いいのこちゃん。下。お前ぶっ殺す、下から来たんや。じゃあ右。じゃあ左に行く。なんで？来たぞ。お、進んでる。よかった、右じゃなくてよかった。うわ、次上と右と左だ。じゃあ下。お前なんで下だから戻るっつってんだよ。じゃあ次右行こう。あ、来た。あ、来たんじゃないそれ。来た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 、よし。はい、これで二個目、あと一個。ナイス。お、え、あ、いけたじゃないそれ。お、お、来た。そこそこいけるんじゃない。いやだねー。いけよお前。いやだねー。早くいけよお前。え、どこ行った、こっち。待ってる、今開くの。くっそがやろ。早く開けろってお前。はい、じゃあじゃあやってねえで。ナイス。どう、開いた。え、でもこれ、あ、開いた。これでチェスト開けるぞ。まだ戻ってんだよもう。開くね、はい。はい、来た。お、金のシャベル、薄灰色のコンクリートパウダーが掘れる。そんなんあったっけ。え、ない。あ、お、一個あった。え、どこ。時計のなんか秒針じゃない方、多分。あ、あ、で、あれ変えられるんじゃね、それで。自分で変えるってことじゃない。そういうことか。でもひなこちゃん律儀に汗チェックやって死んで戻るんじゃなくて律儀にやったご褒美に叩いていいってことでしょ。壊すぞお前このシャベル。やめてよ。わー、ちょっと待って。つまり、あ、これ壊せと、これを壊してこうするんだよ。で、12時半にするんじゃない。あれ、なんか手に入った。あ、時計の針をオブザーバーに入れるんだ。こういうこと。そういうことだよ。いくよ。え、夜になるのかな。12時15分から12時半にするだけで。確かに。ほい。あー、太陽が沈んだようだ。おお、やった、暑くない。6時になったんだ。あ、そういうことか。3時から、そういうことだ。ナイス、これで鍵手に入ったって、出口の鍵。やったやった。あ、本当だ、持ってるよ。ペペとはさ、飛び降りても平気なんじゃない、行ってみてよ。あ、確かに。全然そんなことない。もう焼かれた後だからこれ。違うんだよこれ。ペペッチ、この鍵投げていい。やめろ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 お前。やめろやめろやめろ。行くよ。はい。おーい、え、どこ行った。飛べるかな。
な。どこに行った鍵？そっちそっちそこそこそこ取ってよ、身を挺して。え、どこにあの鍵？いて、え？あるって。そこそこそこ。あ、あった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 。取れるかな？やばい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 。あ、取れたー！おぶねー。お前マジでふざけんなお前。これなら捨てていいのに。いた。なんでびっくりして怒っちゃったんだけど。よし、鍵入れるぞ。はい。はい。やったー、脱出。やったー。やったぜー。プチプチ。ひなこ。略してプチキナー。どうでひなこちゃん。はい。ここ見覚えあるでしょ。ない。俺もない。なんで言ってきたんだよ。まあまあさておき、今回のダスマップをちょっとね紹介していきたいと思います。今回のダスマップは無酸素空間可能脱出。あ、酸素ないから息できないのを表現してるのか今。そう、そういうこと。やばい、酸素がないよ。ということで酸素なしで生き延びてくださいということでやっていきたいと思います。オッケー。さあ、いけるかな。息止めながらやらなきゃいけないことだよ。え、本当に。いきます、スタート。喋れ！あ、やばい！死んだ！なに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 ？なになに？酸素がないエリアでダメージを負います。植物に近づいて体力を回復しましょう。だからここは植物があるからいけるんだけど、ほら、ここは植物じゃないから酸素が生成されてないんだ。で、あ、ほら、死ぬんだ。とりあえずじゃあこれがなんだ？あ、これ出口の鍵いるとこだ。オッケーオッケー、エグジット。え、でもさ、こんな短い時間でどうやって探索するの？見えないよ、植物。え、とりあえずあっち行ってみる、短いところ。オッケー。謎解きだ。なんだこれ。コード投入入り口3桁、紙が入ってる。で、やばい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 、おーブルーおーブルーねー。叩いてない叩いてない。今だってだってプッツに殺害されたって。待って、お前が叩いたのこの野郎。痛い痛い痛い。とりあえずじゃ髪もらったけど、あの羊毛がヒントってことだよね。黄色とピンクと青緑かな。それを探しに行くか。うん、右から行くか。右から。オッケー、急げ。多分ダッシュすれば間に合うはず。どっかあるかな。やばいやばいやばい、痛い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 わ。ある。あったあったあったぞ。おい、危ねえ。え、でもこれいけないな。進めないけど、アスレチックみたいなのある先に。磨かれたやつ的な何かがある。え、じゃあまだ先行った方がいいんだな。まあ、こっち行ってみるか。オッケー。多分あの問題を多分最初にやんないと多分進めない気がする。急げ。やばい、間に合え。やばい。はい。うー、やっぶねえ。誰かいるよ。人がいるのと、あとここはなんか黒いあれだ、なんかブロックがある。磨かれたやつね。なんか道が分かれてて奥にチェストがあるよ。なんだろう。何すればいいんだ。とりあえずこのおっさんは話しかけてみよう。あ、植物学者。君も植物の調査しに来たのかい。お目当ての植物が見つかるなら助けてくれ。危ない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 。え、なんか植物探してこいってこと。そういうことかもな。こいつなんでヘルメット持ってんの。あ、奇妙な植物3つで磨かれた線、こう、ん？輝いてる緑。いやー！ビリボンカン、ビリボンカン、天才ショコラティエ。なんか金色の缶集まった交換できるってことみたい。オッケーオッケーオッケー。戦力眼かな。戦力眼。オッケー、じゃあ植物探さなきゃいけないと。あとこれ踏んだらここがチェックポイントになるっぽいぞ。そうだね。ここで生き返れてる。待って。でもまだ見かけてない。あっち行ってみない？あっち行ってみるか。ないよな。どっかでも隙間とかなのかな、それとも。でも隙間要素なしって書いてなかったっけ？よし、新しいとこ。え、あるじゃん。え、どこ？そこそこそこ。これ隙間じゃないよ、これは。それ隙間だろ。はい。あ、奇妙な植物1個見っけ。あ、じゃ隙間だ、オッケー。で、またここだ、なんかあるよ。あ、これ羊毛あるぞ。さっきと同じ羊毛だ。い、同じ色があるね。同じ色と違う色があった気がする、多分。ほら、赤とか黒とかはさっきなかったもん。まだわかんない、でも。もう一周回るか。そうだね。でもこれ多分隙間で多分あと2つありそうだね、隙間が。隙間も気をつけてこ。え、ない、本当に。いや、あるはずだって。きっと、どこかに。でもないよ。どこかにあるハウス。気持ち悪い。え、ない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 、本当にない。諦めるな。早いぞ、諦めるのは。なんかうるさい、プッチ今日。適当喋ってるこいつ多分。でもなくね。おじさんのそばとかは怪しくない？え、見たんだよね。あったあった、ここだここだ。あるじゃん、見てないじゃんお前。ちょっと
それ。よし、奇妙なやつ2つ目、あと1個あればこのおっさんにあげさせるぞ。見たんだよね、ちょっと。見てないじゃん。ってことは最初のあそこが怪しいよ、あのクイズのところ。あそこにも多分ありそうだな。見たんじゃないの、ペシさん、あそこ。見たよ、じっくり。ないよ、あそこには。じゃないのね。ちょっと見てみよう。ないよ、あんなところに。あ、ないや。ないでしょ、ほら。あ、ないかも、本当に。なんでないんだよ。なんでないんだよ、くそ。あと一個どこだ。通路かな。通路でもあったらすぐわかるよな、これ。これ気づけてない。そのなんか、恋みたいな感じ。本当分かってるくせにみたいな。おい、ここだ、プッチプッチプッチ。あったあった、あった。どこ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 。このエリアだ、私が見落としてた。これは完全に見たって言ったじゃん、ここ。いや、プッチもここ見に来てたよね、さっき。あ、本当だ。よっしゃ、これ3つ目だよ、3つ目。よし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 、揃った揃った。よっしゃ、これでおっさんに渡して、金色の感圧板で、この、なんか閃光眼みたいな、なんか。戦力眼みたいな。戦力眼だ。新しいとこに行けるようになる。よし、これ交換するね。うん。はい。オッケー、新しいとここれで行けます。ゲットどこだそれ。これ何？こっちか。どれ、これじゃないよな。あの白いとこじゃない？白いところ。最後の見つけたところのブロック白かった気がする。これじゃね？よし。じゃあ設置するよ。はい。いや、嘘じゃん。はい、じゃねえんだ。設置するよ。はい。オッケー、いける。お、開いた。これアスレチックだ。待って、一旦一呼吸。アスレチックね、はい。はい、これあれ、しかもさ、やりながらさ、ダメージ受ける前、気持ち悪い。そしてやめて、急に唐突に悪口言わないで。あ、やばい。しかも、落下ダメまでちゃんと受ける。やばい、これダメージ受けるのだいぶやばい、これ。いけ、よし、あー、やった。一番上、あれだ、呼吸ゾーン。待って、行くから、待って、頑張るから。意外と難しくなかったよ。やばい、ダメージが。ちょっと待って、頑張れ、ひなこちゃん。あ、そっか、葉っぱがあるところは平気なだけで、ここは平気じゃないのか。待って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 、全然無理なんだけど、プッチ。ダメージがあって、今叩いたよね。叩いてないって、ダメージだって。今嘘嘘嘘、叩いてない、ダメージだって。今絶対叩いてるよね。叩いてねえよ、嘘つき。お前、それは言いがかりや、言いがかり。叩いたんだよ、プッチが。多分いつまで言うや。あ、叩いたでしょ。叩いた。叩いてないよ。落ち着け、落ち着け、落ち着いていこう。落ち着いていけばいける。でも、もう次受けたらもう終わりなんだけど。はい、レッツゴー。あ、来れた。落ち着いて、落ち着いて。あー、ひなこちゃん、もう開けてくれー。オッケー、開けます。せーの、はい。オッケー、磨かれた花崗岩だかな。ニセチカノのね、金色のパーツマンが手に入ったよ。花崗岩、茶色いやつかな。多分そう、押すね、スイッチなんかあるから。うん、はい。あ、戻ってこれた。あ、本当だ。さあ、あと1個だったのにな。こっちだっけ、茶色いの。まあ、その奥。意外とやっぱ酸素って大事なんだね。当たり前だろ、意外とじゃねえよ、お前。でも俺、この間まで魚が酸素吸ってるって初めて知ったんだよね。ガクなさすぎます、それは。びっくりした。魚って水でさ、なんかこう、体内を循環してると思ってた。何を言ってるんだ、水にも酸素が含まれてるでしょ。とりあえず言えよ、それ。はい、振ります。よし、ナイス。オッケー。新たなエリアが解放された。で、これ何。え、感圧板振るんじゃない、まず。あ、え、2 頭ある2 にしか見えん。何これ、どういうこと。でもさ、そこの壁をなんかさ見て、看板足すとかイコールとか、あの記号が書いてある。ほんとだ。だから青緑足すピンクイコール青みたいな。でも黄色ピンク、その青緑だったよね、確か数字。うん、とりあえずこ、多分その数字が分かったらあっちの問題も解けるよってことだけどさ、戻ってみる。あそこなんか変わってたりとかしないかな。あ、見てみる。要はだって、これ一個も数字分かんないね。これ分かってないとこ解けないってことですよね。いや、じゃあでもこれを多分見てあっちで解くんだ、これ。じゃあ向こう見に行けばいいってこと。とりあえず向こうなんか変わってくかな。戻ってきたけど何も変わってないです。なんだ、やっぱあれだけを使って、この黄色ピンク青緑の数字を答えろってことだ。オッケー。でもこれどういうことなんだろう、これ。このなんか青緑足すピンクが青になるんだって。1,2,3 だから3個なのかな。黄色足す青緑で、でも4個ないとおかしい。ブロック数ではないな。ブロック数ではない。ヌー。
って何いや悩んでる時よく言うじゃんヌーって。ヌーじゃなくてヌーだよヌー。ウムーとか。ウムだ。これ何？いやでもなんかもう2にしか見えないんだよね。俺8に見えてきた。あもう8でも見えるの確かに。そもそもさ青緑と黄色とピンクがなんだか分かってないんだよね今。分かってないのにさそれ足すそれイコール青ってなってるわけじゃん。うん。ってことはさ青もなんだか分かってないからさもう何もいけなくない。他になんかあるのかもちょっと見に行ってくるね。他に見に行ってみるか。確かにこれだけじゃ解けないよな。分からなすぎる。なんかあんのかな。加圧板を押したことによって変わった何かがあるかもしれない。アスレチックのエリアとかなんか変わったっぽいとこないよな別に。これはもうヌーだよヌー。じゃヌーは何だったから。お前日本語覚えるとき適当すぎるんだよ。プッチ探索係ね。ひなく考える係する。オッケー考える係して。考えるお前ほのぼのって日本語わかんなくてボノボノって言ってたくせに。うんほのぼのってわかってるもん。もう編集者に渡してる BGM フォルダーの名前ボノボノになってる。言うでないボケ。ボノボノって何ですかって聞かれてんの。赤ってなくない。そもそも赤色を解けばいいんじゃないか。赤色を探そう。赤色だって赤ないもん。赤いコンクリートが壁にはあるのでもここにも書いてないの。ここにすらない。赤色あるじゃんそこに。どこに。ここ。私だよバカ。頭ねえじゃないんだよ。でも見回ってきたけど何にもないよやっぱり。なんか赤から解かなきゃいけない気がする。この空いてるところが赤になるって話なのかな。あはぁ今コントンさんやったね今自分で言ったけど。コントンさん。コントンさん知らない。知らないよ。コントンさんが髪の毛切ってもらってる時の反応が。知らない。コントンさん知らないんだから。分かったプッさん。分かった。分かった気がする。どういうこと教えてこの謎。多分ね多分だよ多分ね。まずこう左右に書いてあるやつがやっぱ大事なのよ。ああこれが。でじゃあ例えば向こうの壁順番なんだっけな。黄色ピンク青緑だったと思う。オッケー。じゃあ黄色ピンク青緑の順番で説明すれば、まず黄色の話をします。黄色が含まれてる左右のやつを見てください。あこっちはこの下黄色含まれてます。でこっちも見て。こっちどっちも黄色含まれてるじゃん。まあ赤と黒ってことは黄色が関係してるのって緑黒そして黄色だよね。ああなるほど。でその黄色が含まれてるところをなぞってみる。まず黒じゃん。黒で黄色緑も入ってたじゃん。緑で黄色黄色で下直線も緑緑黒ってこう入るわけじゃん。あ1になった。そう多分そう1になるんだよね。そういうこと。自分が含まれてるやつの色をなぞったらそうなったみたいな感じな。天才か。で次ピンク。次ピンク。じゃあピンクいこうか。ピンクはこのこっち側青が含まれてるねまず。うん。で、こっち赤と黒じゃん。ってこと青と黒がをなぞるってこと。こうぐるっと回って。あ7だ。黒黒青直線降りてピンク黒で7。うわそういうことか。でまあ最後その青色ってか青緑色が含まれてるやつはこの青ブロック緑ブロックでこっち黒じゃん。で青緑を全部こうなぞっていくと黒から青に降りてって緑通って青緑通って緑緑黒。黒だ。2だ。2になる。あー172か。多分172だと思う。ちょっと自信ないけど。ちょっと書いてみようぜ。うわこれ合ってたらマジ天才じゃん。赤はちょっと省略して考えちゃってるからもしかしたら全然違う可能性はある。でも赤がないってことでもあの空白の部分が赤の可能性めちゃめちゃ高いもんね。うんだとしても多分読めるはず172として。 OK じゃあ172で書きます。172いくぜ。どうだ。はい。お入ってった。あーやったー。チェストオープン。やーよしチェストオープン。おいあ磨かれた新層がに設置可能の金色のカズバーンよしナイスナイス。ってことはそれで黒いところのエリアに行けるってことか。多分そう。難しかった。難しかった。反対側だね。あっち側だ。難しかったねプチ。よく解けたな。全然わかんなかった。よかった。でもなんか赤ないから心配だった合ってるか。赤が多分だいぶ惑わせてきたね。あれなんで
あれ？え、なんでひなこちゃん、あれ？なんで？こっち、あれ？後ろにいたと思ったのに、あれ？え、なんで後ろにいたと思ったのに？なんで前から来るんだよ、逆行くな、お前。お前だよ、逆行ったの。ここだ、設置するよ。頼め。はい、開けていい？おお。開いた、開いた、開いた。急しろって。なんだここ。行けないよ、こっち。奥にチェストある。迷路な気がする、しかも。おい、マジで言ってる？こっち、一回戻ってきて、用意飛んで左右に分かるよ。オッケー、了解。これ、多分、奥まで行けるような道が続いてるんだと、迷路で。オッケー？あ、そういうことね。じゃあ、どっちかしか行けない可能性が高いってこと？待って、右と左どっちか選ぼう。俺、左。あ、よかった。私、右がいいと思ってた。じゃあ、俺、右がいい。は？どんな、お前。だって、そういう時、ひなこちゃん。いや、待て。こういう時にひなこちゃんが勝つと予想して俺がひなこちゃんが選んだやつをやると俺の方が間違ってる説が多いから俺は左をよく選ぶんだけど、でもそれだとまた間違ってるから結局右を選ぶ俺は。右がいいの？右がいい。しょうがないな。何なんだろうね。いやなんかそういう星の元に生まれてるんだよね。なんかこういう風に選択しても俺間違ってる気がするんだよね。よし行くぞ、よーいスタート、レッツゴー。よし右行くぜ、早く早く行かないと。待って、これでもさ、右と左どっちもゴールある気がするんだよね。今俺あれ見ちゃった、あのなんかライトブロックみたいな。ああ呼吸できるとこあった今。マジで？だったった、呼吸できるとこがあった。オッケーオッケーオッケー、ギリ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 、よしオッケー、一回呼吸できた。待って、どっちか。あ、呼吸呼吸ポイント、うーし、俺も呼吸できた。そう、お互い多分これゴールがあってそれを踏んだらあのランプが光って扉が開くシステムだこれ。あ、そういうことね。あ、呼吸、また呼吸、オッケー。え、こっち、あのさ、んアスレチックあるんだけど。なんでそこにアスレチックあんの？嘘やろ。しめしめ、じゃあ俺はまだ楽な方ってことかこれは。え、行けばいい、これ行くね、アスレゴー、ほい。あー、やばい、いや、ひからびるだけだ。あ、チェックポイント、あ、俺もアスレチックだ。これチェックポイント、これ違うってことなんないのこれ。なんないみたい。でもあの奥にレバーがある、あれをしかもゆっくり行ってらんねえってことだよな。いや痛い、もうだ、え、死ななかったんだけど。そう、え、それね、 あのね、そういうことですね。なるほどですね。オッケー、行くぞ、はい、レッツゴー。あー、もうやー、落ち着いていこう。あ、小さく、違う、大きく、違う、なんだ、なになになに、何の話。はい、危ない。もうパニックパニック。あ、なんかレバーがある、いける、いけ、押すよレバー、はい、お、スタート地点に戻された。でもランプ1個ついてたよ。1つついたって偉い、偉い。あとはこっちだ、ついてきて、こっちこっち。オッケー、行く行く行く、よし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 、ここがね、はしごの、あ、笑うんじゃねえ、笑うんじゃねえぞ。ずっと左、あ、ちょっと左、絶対じゃ違うよ道、やばい。あ、そっちそっち、終わった、そっちそっち、やだやだ。いけんのかな、ほほ、あばばばばい。なんかさ、ちなみに言っていい、私さ、なんか考えさえ渡りすぎててさ、迷路一回も迷わなかったんだよね、向こう。なんで勘強すぎだろお前。迷路は一回は絶対に迷うから、迷路っていうのに。行けばいいのね、オッケー、頑張って。あ、こ、ちょっと、あー、なんで君は死んでるの。ハート回復しなかったから出て回復しようと思ったら死んじゃった。でこれポンポン行くのはやそう、一回ダメージを受けよう、出ないとこで死んじまう。2個目で止まって3個目普通に行こう、よし、オッケー、ポンで、ダメージ食らって作戦成功、イエーイ。失敗するトン、いけ、ダメージは、ダメージ食らわない、いけ、お、ダメージ食らわない、やった、いけた、はい、やったやった、天才天才、やった俺無敵の男になってる。あ、開いたよ、しかもやった、やった、無敵の男、ナイス。ダメージ食らってるじゃんお前。あれ、俺なんで俺ダメージ食らってんの。待って、回復させて、回復、回復は、回復ない、回復ない、回復、あー、もう無敵の男はどこに行ったので、チェスト開けよう、それ、オッケー、開けて、開けるよ、はい、オープン。あ、鍵だ、やった、出口の鍵だ、行け、もう帰ろう、こんなところから、やった
嬉しすぎる。よし、やっと出れるぞ。やった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 。やっと地球に帰還しよう。ここ酸素ないからこの星。やった、出れるぞ。ちなみにひなこちゃん何回死んだ？18回。え、俺31回。え？なんで何がどう変わってしまったんだ。最初俺の方が少なかったのに。よし、ひなこちゃん入れてくれ。よし、入れます。鍵、はい。やったー。大成功。やったー。待って。大丈夫これ。あ、大丈夫か。びっくりした。ここだけ酸素出てるからもう死ぬかと思った。危ない。